Marisa and Remu presents.今回は日本の世界自然遺産ラストとなる小笠原諸島を紹介するぜ。ついに東洋のガラパゴスこと、小笠原諸島ね。本州からすごく遠くて、船で24時間かけて行くしかアクセス方法がない。だからこそ、独自の進化を遂げた動植物のパラダイスなんだぜ。あら、飛行機で行くことはできないのね。知床観光船沈没事故があったばかりだから、船って少し怖いわね。今年知床の紹介動画をアップしたばかりだったから私も驚いたんだぜ。まあ、うつ主は先日芦ノ湖の遊覧船に平気で乗ってたんだけどね。でも東京港から就航している小笠原丸は、2016年に3代目が新造されたばかりだよ。三菱重工の造船所で作られたそうだぜ。天下の三菱様がお作りなさったの。それなら安心だわ。三菱重工業長崎造船所は、明治日本の産業革命遺産として、世界遺産に登録されているし、世界遺産で世界遺産行きの船を作るって、数奇な運命よね。残念ながら小笠原丸は長崎じゃなくて下関造船所の建造だよ。船の話になっちゃったけど、小笠原諸島の概要から説明するぜ。日本列島から約 1000km、マリアナ諸島から約 550km 離れた海洋島で、亜熱帯に属するから年間を通して暖かく、夏と冬の気温差が少ない。でも、東京都小笠原村の行政区域なんだぜ。住所は東京都なのよね。あまりにも離れているから不思議な感じだわ。小笠原諸島を構成するのは、小笠原群島、西之島、火山列島、硫黄列島など、どの島も成立以来大陸と陸続きになったことがないんだぜ。ややこしいけど、小笠原諸島の中に小笠原群島があるのよね。諸島、群島、列島の定義って難しいわ。小笠原群島は、婿島列島、父島列島、母島列島で構成されているんだ。確か、人が住んでるのは父島と母島だけなのよね。兄島、弟島、姉島、瀬島ってのもあるんだけど、面白い名前だわ。父母以外は無人島らしいけどな。兄島は1888年に二人が入植したけど、岩ばっかで水に乏しく結局その後の移住はなかったそうだぜ。主な居住地である父島のすぐ北側で、中央部が比較的平たい。そのため、1968年の返還直後の兄島は空港建設予定地とされたそうだぜ。でも今に至るまで空の便がないってことは頓挫したってことよね。これまで本格的な人間の定住がなかったからな。それに、父島や母島で絶滅した陸産海類が10種以上も生き残っていたことも要因だな。孤島本来の生物多様性を保っていたわけね。そりゃ空港なんて作ったら大変だわ。鈴木東京都知事が兄島の空港建設を表明したこともあったけど、環境庁が都に見直しを求めたそうだ。都知事様ってやたら絶海の孤島に興味をお持ちのイメージだわ。魚釣り島のせいかしら。他に孤立した島々として南鳥島と沖ノ鳥島もあるけど、日本の東端南端として有名だな。その二つは日本にとってかけがえのない島よね。どちらも立ち入りできないけど、島流しでいいからこの目で拝見したいわ。特筆すべきは、日本の排他的経済水域 EEZ の約3分の1は小笠原諸島のおかげで確保されていることなんだぜ。日本列島って南西から北東に細長く伸びてるものね。南東方面に島があったおかげで日本の管轄水域が大きく広がっているんだからありがたいわ。この貴重な島々はどうやって形成されたものなのかしら。4800万年前、フィリピン海プレートの下に太平洋プレートが沈み込みを始めたことが発端なんだ。日本列島にはその2枚の海洋プレートが沈み込んでいるのよね。海洋島には、ガラパゴス諸島やハワイ火山国立公園のような海底噴マグマ噴火による火山島の他に、
プレートの沈み込みによって形成される海洋性陶庫という種類のものがあるわ。どうやら小笠原諸島は校舎のようね。プレート下の高温のマントルにプレートから水が供給される。そうなると、融点が下がり通常よりも浅い部分のマントルが広範囲に溶けることになるんだ。その時発生したマグマが島になっていったのね。そう、この特殊なマグマは無人岩、またの名をボニナイトという、陶庫の誕生期にのみ発生する特殊な安山岩の一種なんだ。短所エンスタタイトという奇跡類が含まれてるのよね。隕石に含まれているそうなんだけど、地球だとボニナイトのみに含まれるからとても珍しいそうよ。小笠原ではこのボニナイトが世界で最も大規模に露出し、良好な保存状態で残されているそうだぜ。やがて、このマグマが引き起こす海底火山活動が4500万年前まで続き、父島列島及び婿島列島が誕生したそうだぜ。母島の方も、父島と同じようにできたのかしら。父島よりも後だけどな。冷たいプレートの沈み込みでマントルの温度が下がる。そして溶けたマグマがボニナイトに代わって玄武岩質マグマという性質のものとなり、これら一連の活動によって母島列島が誕生したそうだぜ。現在もプレートの沈み込みは続いていて、硫黄列島では今も火山活動が進行してるんだ。硫黄島の戦いの映画だと兵隊さんが洞窟の中ですごく熱そうにしていたわ。火山島で穴を掘って防戦するなんて栗林中将もとんでもない策を編み出したものね。もともと人が住んでたのが不思議なくらいだったんだけど、小笠原諸島って先住民族が住み続けてたのかしら。太古の昔に住んでた形跡はあるけど、途中からしばらく無人島になったみたいだな。北硫黄島に1世紀頃のものと推定される石の遺跡があるんだけど、土器、石器が発見されているんだ。でも、この石の遺跡は調査員が事故で亡くなった影響もあって全容が明らかになってない。アクセス最悪だし未開の地だものね。調査はまさしく命がけね。他の島にも魔性石器が見つかったりしてるんだけど、文化の源流も不明なんだぜ。以後、1543年ガレ温泉サンファン号によって火山列島が発見されたあたりにはすでに無人島だったそうだ。1世紀前後には人が住んでたっぽい感じなのね。でも、いつの間にか消えてしまったと。そもそもあの孤島にどうやって人がたどり着いて定住に至ったのかすごく気になるわ。この謎はぜひ、今後の調査で解明してほしいわね。その後、日本からも1593年に発見された模様。その冒険記である辰巳無人島記によると、信濃小笠原氏の一族を自称する小笠原貞頼が伊豆諸島南方に3つの無人島を発見したそうだ。ただ、オットセイがいるとか書かれてて、そこが小笠原諸島だったという信憑性は薄いみたい。確かに亜熱帯にオットセイがいるなんて考えにくいわね。その後、1675年、漂流民の報告をもとに江戸幕府が島谷氏左衛門を小笠原諸島に派遣。この島大日本の内成という碑を設置。調査結果は幕府上層部に披露され、以降、小笠原諸島は武人島と呼ばれたそうだ。さっき話に出たボニナイトって岩の由来は、この無人島という呼称らしいわ。武人島、資料によっては無人島とも記載されていたけど、海外の学者が武人島からボニニットと命名し、それを英訳したのがボニナイトとのことよ。その後は18世紀にスペイン船が西の島を発見。小笠原貞頼の子孫、小笠原貞島が、辰巳無人島記の記述をもとに、小笠原諸島への渡航と領有権を願い出る。一度は許可されるものの、奉行所は貞島の出自を怪しんで調査を行い、辰巳無人島記は偽書と断定されるんだ。そして、小笠原宗家からも親族関係を否定され、財産没収の上で追放されてしまう。しくじり先生の見本のような人ね。トレジャーハンターの末路が追放って悲しいわ。でもこの騒動がきっかけで小笠原という島の名が定着していったそうだ。小笠原諸島の父島には発見者と伝えられる貞頼を祀った小笠原神社が創建。今でも毎年7月26日、かつて貞頼が小笠原諸島を発見したとされる日に例大祭が行われている。ご先祖様の名前を残すことができて、一応は目標達成したわけね。ロマンのあるサクセスストーリーじゃないの。
その後は第二次世界大戦で硫黄島が激戦地に、住民6886人、残留者825人は本土へ強制疎開される。そんなに多くの人が住んでいたのね。戦地になっていなかったら今も人が住んでたのかしら。父島の日本軍守備隊による小笠原事件という恐ろしい出来事もあったそうだ。立花旅団長の旅団命令によって米軍捕虜処刑だし波処置したそうだ。私、カニバリズムだけは無理よ。これは間違いなく日本の黒歴史ね。当時現場にいた日弁連会長の土屋氏はこの事実はなかったと否定しているけどな。その後、サンフランシスコ講和条約によって小笠原諸島はアメリカの施政権下に置かれ、1968年、日本に返還されて今に至るわけだ。自然遺産の話なのに、随分老いたちの話が長くなったわね。肝心の自然遺産としての性質はどうなのよ。まずは格付け的な説明になるんだけど、小笠原諸島内の多くの地域は小笠原国立公園に、原生の自然が保たれている南硫黄島に関しては、南硫黄島原生自然環境保全地域に指定されている。日本の世界自然遺産だと大体どっちかに所属してるわね。国の保護が必須だから当たり前ではあるけど、原生ってついてる方が未開の地って感じでレアなイメージだわ。生物層の特徴としては、独自の進化を遂げた固有種がいることだな。今回適用された世界遺産登録基準は生態系よ。ボニナイトっていう珍しい岩があるものの、地形や生物多様性というよりは、独自の進化を遂げた固有種が認められ世界遺産になったようね。大陸と繋がったことがないから、陸生動物が定着することの方が不思議なんだよな。偶然この島にたどり着いた動物が定着していったということだものね。だから陸生動物としては、爬虫類だと2種類のみ、小笠原トカゲ、南鳥島ヤモリ。このトカゲさんたちはどうやってたどり着いたのかしら。不思議よね。外来種のグリーンアノールの影響で個体数が減少傾向にあるらしいぜ。固有種を守るために、小笠原丸に乗る前には外来種が紛れ込まないように注意勧告がされているわ。車両や土のつきやすいものはアリやカタツムリがついてないか注意しましょうね。他の種だと両生類は全く存在せず、哺乳類も小笠原オオコウモリ一種のみ。このコウモリは国の天然記念物なんだ。その他、昆虫の 25%、陸産貝類の 94% が固有種。特に片前前は適応拡散の顕著な例なんだぜ。適応拡散って同じご先祖様の生物が、異なる環境に適応して進化していったってことよね。まるでポケモンの EV みたいで面白いわね。環境の違いで異なる種に進化するんだから。植物も固有種が多くて、本州の要素、東南アジアの要素、オセアニアの要素があるそうだ。特に異観測植物の固有種率が高くて、在来種441種のうち161種が固有種だそうだぜ。あと、小笠原群島の近海には23種のクジラの生息が確認されている。これは全世界の海生クジラの約3割に当たるそうだ。最後に、鳥類、14種が絶滅危惧種または準絶滅危惧種に指定されているんだ。陸鳥だと固有種としてメグロ、固有足として小笠原ヒヨドリなど7種が確認されている。陸生動物が少ないし、何より天敵の人間がいないとすくすくと成長できそうね。日本の自然遺産って、どれも登録基準に生態系が適用されているけど、ここは特に固有種という側面が強い気がするわ。ところで、たくさんの島があるけど、その全てが世界遺産ってわけじゃないのよね。世界遺産の区域となっているのは、北硫黄島、南硫黄島、西の島、それから父島、母島では、集落を除いた区域と一部周辺の海域が世界遺産の区域となってるんだ。詳細は小笠原村のホームページのどの区域が登録されたの？お参照なんだぜ。硫黄島は世界遺産には入ってないのね。確かに自衛隊の基地もあるし、自然遺産ってイメージはなかったわ。海洋島における生物進化の見本として登録されているからな。片前々の適応拡散がわかるとか、乾燥した気候に合わせて葉の形を変える進化をした寒生低木林の生育地などが着目されたと思うんだぜ。
1973年に海底噴火によって新しい島ができた西の島も面白いわよね。もちに西の島と一体化してるんだけど、地形変動の貴重な証左だと思うわ。と思いきや、世界自然遺産登録基準条件7から10のうち、適用されたのは旧生態系だけなのよね。まあ、生態系については当然適用よね。限られた土地の中で進行中の進化の過程を証明しているもの。世界遺産委員会での生態系に関する評価は上記の通りなんだぜ。推薦段階では、8地形、9生態系、10生物多様性が適用されると考えていたそうだけどな。小笠原自然情報センターによると、地形地質、生態系、生物多様性の3つのクライテリアに合致すると考えて推薦しました。とはっきり記載されてるんだぜ。日本の世界遺産では文化遺産登録基準1から6も含めて唯一7地形が適用されてないのよね。ボニナイトとか貴重な岩もあるし、いけると思ったんだけどな。当初の推薦内容としても、海洋性陶庫の形成過程をその誕生から幼年期を経て現在進行中の青年期まで観察することができる世界で唯一の地域、と考えていたそうだぜ。登録基準10生物多様性もアウトだったのね。世界的に重要な絶滅の恐れのある種の生育生息地であり、また、太平洋中央海洋域における生物多様性の保全のために不可欠な地域である、とのことだったんだけどな。適応拡散ってまさに多様性を象徴してるものって気がするんだけど、クジラだって3分の1くらいの種類が生息してるんでしょ。生物多様性が適用された知床との違いは何だったのかしら。レッドリストが何種類なら適用とか明確なルールが欲しいところね。絶滅危惧種の数は生物多様性ってわけじゃないけどな。陸生動物は数種類しかいないし、植物の固有種で押すのは弱かったのかもな。次に、世界遺産登録までの経緯。2003年、環境省、林野庁による世界自然遺産候補地に関する検討会で、小笠原諸島を候補地として選定。2007年、将来推薦する候補地である暫定リストに入る。2010年、ユネスコに推薦。そして、ユネスコの諮問機関である IUCN 国際自然保護連合による現地調査が行われる。2011年、第35回パリ世界遺産委員会において世界自然遺産登録が決定。最初の検討から約10年で登録できたのね。奄美琉球の時と違って割とスムーズな印象だわ。あれは奄美から琉球のどこまでを範囲とするか線引きが難しそうだったからな。米軍基地問題もあったし。ここはまあ、小笠原諸島っていう比較的まとまった地域だったものね。そもそも自然遺産って文化遺産と違って割とすんなり登録できるイメージだわ。いくつか波乱があった方が動画的には盛り上がるんだけど。霊夢、それは不謹慎なんだぜ。富士山や明治産業革命遺産の時はいろいろあったからな。残りの回での紹介が楽しみなんだぜ。というわけで今回は自然遺産としては最後の紹介になる小笠原諸島を紹介したんだぜ。本当は小笠原丸の素晴らしい外観や設備についても紹介したかったんだけどね。完全に自然遺産の紹介から脱線してしまうからな。週に1から2回しか運行してないからとてもハードルが高いけど、ぜひ行ってみたいんだぜ。丸1日かけての船旅ってのもおつなものよね。今年の夏はこの奇跡のような地形と貴重な生物を見てリフレッシュしたいわね。それではご視聴ありがとうございました。